今日、肩のとこまで。前腕から後手にかけての要素になってきたときに、こう手を、まあ、置いてもらって、で、この肩と肘とこの手のラインが、まあ、どんな風なアライメントになっているかっていうのが、一つ見てもらいたいところですね。で、そう見ていくと、そうですね。ちょっとこう、こっちの方、右の方が肩のこの内旋の要素とか、この肩のシャツのシワが強いなっていう部分は少し感じる部分ですね。ただ一方でなんか左側はむしろこう肩がちょっと加勢している要素が強いのと、まあ、すごく特徴的に現れているのは、この手のひらの部分のこの手の隙間ね。この机に対して、この隙間がめちゃくちゃこの左側の方が広くて、まあ、右もちょっと隙間があるんですけど、なんか左の方が浮いてるな。で、こういうのは一回手を戻してみて、そうそう、もう一回気楽にポンと置いてみても、まあ、何回やっても、ね、やっぱこうすぐ左側をこう浮いちゃうような要素で、まあ、少しやっぱ肩が後退している部分もあって、手がこう少し浮く部分、ね、つながってるかなっていうのがあると。まあ、そういう手の接触の部分と、そして、まあ、ここに伴うような肘の伸展に向かう、こっち側にやっぱこう肘が、伸びてなくて落ちてるので、肘のこの伸展指示としても弱さがあるなっていうところが一つですね。で、そしてあとはこう手を前に上げちゃって、でこう、はい、屈してこうかっていう時の、まあ純粋なこの背屈のレンジもそうだし、それに伴うこの手指の開き具合とか、そういうのがどうかな、屈曲のし具合がどうかなっていうのを少し見ていきますね。そうだね。ちょっと右手もうさんくさいところがありますけど、左側の小指がちょっと特徴的に曲がってるかなって。背屈は右の方がちょっと硬さがあるなっていう感じですね。で、こんな要素、戻してみましょう。そういう部分と、あとは前腕のここでこう、海内外、手のひらを開いて、そこで止まっておいてください。まあ、ここはそんなでもないかなっていう感じで、海外してる時のこの海外のレンジの部分だったりとか、でそれに伴う種子の状況ですね、なんかも少し人によっては特徴が出てくることが多いかなと思いますね。彼の場合はまあそこまででもない、むしろこっちがやっぱちょっと右側のやっぱ肩とか外旋の動きにくさっていうのは少し持っているのかなっていう、戻してみましょう。で、もう一個ちょっとペットボトルで端的に少し見てみますけど、手より少しこうちょっと前ぐらいの正面ぐらいに持っておいて、これペットボトル取ってみてください。そう。で、持った時に少し離してもらって、で手の持ってる時のこのペットボトルに対するこの手の接触ですね、さっき机でしたけど、今度物に対してのこういう隙間とか、この小指側の安定性とか、母子のこの指の入り具合なんかを少し見ていきますね。はい、戻します。今度はい、そう、こんな感じですね。で、やっぱこう隙間が出てきやすいのは、やっぱし左側の方の方がこうすごく接触の要素っていうのが少なくて、で指がこう、なんですかね、等速優位が、親指がこう、押しが優位に入ってくるので、少し尺足側がペットボトルに対してこう離れていきやすいようなパターンで、小指が全然こう、あんまり効けてないぐらい、その特徴があるかなと思いますね。そして肩が、右肩が結構、肩にぐっと引いているような、まあ、そういう姿勢の要素になっているので、下ろしましょう。なので、まあ、今日のテーマとしてはそういう接触の状況ですね、物とか机とかの接触の状況と、そして、まあ、リストのこの背屈の具合なんていうのがどんな風になるかっていうのを着目して、まあ分析をしてみたいと思いますが、いいですかね。で、
アントニーさんのところをちょっと左側と少し見ていきますけど、まあ、足がね少しこう開背で結構強いので、まあ、この辺のアライメントはちょっとだけ便宜上直させてもらって、で肩のところは前回少しやってるので今回は本当に前略ぐらいでちょっと飛ばしてみて、本当に前腕のところと上腕と前腕の部分に対して少し働きかけた時にどうなるかなっていうのをちょっと確認してみたいと思いますね。よいしょ。で、甲骨のセットと上腕の外旋と、そしてテーブルなんですが、ちょっと低いか。ミートといていいか。これバスタオルをちょっと見ますか。ここにそのままシートを持っていい。もう一個。でこう見ておきますね。で基本は肩甲骨のセットと上腕のこの外旋コントロールをベースにっていうのを見ていきますね。で肩が外旋している状況に対して前腕の海内外の動きがどうなのかっていうのを確認していきます。彼なんかもどちらかというと上腕のこう外旋を保っておくと体内がやっぱちょっと行きにくい部分ですね。ここで止まってしまう要素があって、海外の方がまだ行きやすいですね。さっきのこのフリーでこうやって見てた時も、まあ、海外でこうやってた方が比較的右よりも開いてるんですけど、何か接触するっていうような海内の要素がちょっと足りないなっていうのが見えてましたけど、それで実際にこう、外旋止めといて前腕の海内してあげるとかなりやっぱり顕著に中に行きにくいなっていうのが見えてきますね。ですのでよいしょと、イメージとしてはもうちょっと海内方向に向かうところを、まあ、ターゲットにやってみたいなと思いますが、腕頭骨筋であったりとかこの前腕の腹筋群の方と、そして心筋群の方の筋のトーンをちょっと触診しておきますね。こうすると彼はわりかしこう腹筋のトーンがやっぱちょっと強め、ちょっとだけ強い感じがしていて、で腕頭骨筋の可動性が前にはこうやって来てくれるんだけど、後ろにむしろ回っていくっていうのが難しい感じですね。これはさっきの要素の逆になってます。この前腕部の筋肉の動きを前腕の体内の動きに合わせて少しずつ回していってあげる人、まあ、うん、体内外の動きに合わせてこう動きを作っていってあげる。低緊張の人なんかは基本的にはこの重力が下にぐっと落ちていくって下に保ってるようなね、なんかこう筋肉が下に下がって下に密集している人が多いので、腕頭骨筋ぐらいをまず触診してあげて、でそこから全体の前腕の筋肉をちょっと上に軽くリフトしてあげるぐらいの気持ちでいいかなと思うんですけどね。その中で本当に正しいアライメントの中で頭骨が尺骨に対して回っていけますか、おお回っていきますかっていうのを見ていってありますね。よいしょ。こんな感じ、うん、で何回か少しやってるとこの前腕の動きなんかが出られやすくはすぐなってくることが多いですね。でそこからよいしょと、もうちょっと厳密に見ていくときに腕頭骨筋のとこから前腕の筋肉たちを少しこう肘の方に引き出しといて、こう引き止めといてあげて、それに対して主観
リストですね、手関節のところの手根骨と頭骨、尺骨のところにスペースが少し引き出ながら前腕の海内とか、そこから海外の動きが出てくれるっていうのを少し意識してやってみてください。で、多くはこの尺足のこの頭上骨のあたりですね、尺足の方の筋群が結構縮んでいて、ここにスペースがこう面と浮いてきやすいので、尺骨していてスペース浮きやすいので、ここをしっかりキープしといてあげた中で、母子から先行してちゃんと海内ができますか、そして海外に向かえますかっていうところを見ていってあげてください。よいしょとですね。で、だいぶ最終理良くなってきたなっていう風になった時に、よもうちょっと前腕にそして入っていってあげて、で、今彼で見ていくと、この前腕のこの動きもそうなんですけど、フレクサーの要素がちょっと強かったので、全体的にはもう一つはこのなんだ、手根骨と頭尺骨間の動きが、隙間がすごくちょっと狭いなっていうのがあったので、若干小骨位にしといてあげて、で、子宮と小子宮のところに手を当てといてあげて、このリストのところにちょっとたわみというか遊びを増やしていってあげるような感じで、近づけといて、そして子宮小子宮入れといてあげて、そこから手首のこの前面が緩んでくれるような感じ。あんまり過度にキュッと引っ張ると身長反射になりやすいんで、基本は近づけて一回小骨の方に入れてあげる、イントゥーパターンみたいな感じで入れてあげて、そこから少しこう緩めていってあげるような形で、相手が緩んできてくれた分だけ少し角度を増やしていくっていう感じですね。よいしょ。そして伸びてきてくれて、広がってきたところで、本当の意味にここでもう一回頭骨がどれぐらい入れますか、尺骨がどれぐらい入れますかっていうのを見てあげると、リストの動きの要素につながってくると。でも彼はなんかそこの隙間さえ取れちゃえば、だいぶ尺骨もそうだし頭骨も動きの制限としてはほぼなくなってくるかなと思います。そうするとだいぶ最初より動きが滑らかになってくるので、そしたらまあいろいろやり方がありますけど、親指随運動が少しある人だったら、親指こっち側に今度回す、外に回してくれる、そう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 、で外へ回してっていうと、大概はやっぱりこの母子のこの心筋とか外転筋とかが使える人でもちょっと過剰に働いて、こうリストが同時収縮的に止まりすぎちゃう人がいるので、もう一回緩んでみましょう。で、お腹をもうちょいこっちに向かうように母子を外へ回していく。ここ力入れすぎて、あ、そう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 。もう一回中へ行きますね。前腕部と肩のこの外旋のコントロールだけは少しコントロールしといてあげて、本人にもう少し親指フィッチ、そう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 、楽にこの、ああそう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 、今ぐらいの方がいいかな、そうそう、はい、戻してこっち、あ、それ強い、緩める、お腹へ、そんな感触、もう一回それも強い、人差し指も一緒にこっちに回すぐらい、ああそんな感じ、そうだね、それぐらいの方が分かりやすいか、はい、もう一回中とかって言いながら、少し随運動も途中で前腕のこの海内外の要素とリストの要素が揃ってきてあげたら、末梢の随運動を少し誘導してってあげてもいいかなと思います。で、その時にイメージ的は母子と自身をちょっとキーワードというか、手がかりにしてあげて、親指をこちらに回しましょうと。
一緒に実子も回しましょうっていう風にすると、この母子側と実子側の屈筋を少しこう遠心的に動かしやすいようなになってくる人が多いかなと思うので、よくそんなことをしてます。はい、中へどうぞ。そう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 、はい、どうぞですね。そう、でそういう要素がだんだんこう広がってくると、その辺で一回こう決めましょう。評価を一回ね、もう一回してみていきたいと思いますね。ちょっと連続技になるとみんな最初何やったか覚えてない。そしたらもう一回手を置いといて、そうそう、でこう手をちょっとつけてください。そう、そうするとさっきよりここのね、前首相のこの接触している感じっていうのが増えてくるかなと思うし、まあ、ペットボトルをクイッと取ってみましょうって言った時の、どう？全然違います。このね、フィットしてこの隙間がね、だいぶあって、でその後ここがこう、さっきホワンホワンしてたんだけど、尺足側がちょっと安定してくる感じですね。で、下ろしてみましょう。そう、もう一回ください。そうそう、これを繰り返して、はい、ありがとうございます。で、もう一回手を切る。そうそう。で、ここで肘伸ばしてみましょう。あ、こうです。今、ゆるゆんとかけちゃってるからですけどね。そうするとさっきより、こう、こっちで負けない手になってきたりとか、はい、外国違いしてみよう。そうですね。前腕の足りない体重。これか、あと。そうですね。と、さっきよりも背骨が伸びやすくなるのと、小指がちょっと伸びやすくなるかなっていうところです。この辺もどうですか、動きは。そうですね、動かしやすいです。ちょっとリスクがね、入りやすくなるなっていうところがあって。で、さっきもこれでこう、肩がどん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 こう、左側の肩がこう、下がってくるような様子があったんですけど、まあ、発祥前の前腕とか手の感じが少しこう変わってくると、まあ、ボーアスコンセプト的にはこの中枢部の安定性っていうのも、やっぱり増えてくるというところが印象的にはよくあるので、その辺のこの末梢に対する感覚入力で、こう、肩周囲のね、働き方もどんな風に変わってくるかなっていうのを確認してみてもらえるといいかなと思います。はい。